です。こんばんは、おはようございます、こんにちは。ね、様々な時間帯で見てくれる方がいると思うんで、3種類言わさせていただきました。僕の愛用品はポスターです。僕ですね、ポスターを集めてはないんですけども、好きなもののポスターを買ってちょっと飾るっていうのがちょっと趣味みたいなことになってまして、まあそのこれビートルズなんですけど、僕別にビートルズ好きじゃ、あ、ビートルズだけは例外です、ビートルズ別に好きじゃないんですけども、これビートルズはこれ大学の時にですね、初めて一人暮らしをするってなった時、一人暮らしってやっぱり装飾とかこうどうしようかなみたいな迷うじゃないですか。で迷ってポスター1個あれば部屋の雰囲気結構おしゃれな感じになるんじゃないのかなと思って、これを買わせていただきました。でね、この額なんですけども、僕壁とかに押しピンとかセロハンテープで貼ったら、これなんかフェイってなるじゃないですか、わかります。あと壁も穴開くじゃないですか。なんで額縁に必ずポスターは入れてます。この額縁なんですけど、これ僕が一人暮らしするときに、親父ちょっとなんていうんですか、大工まで行かないんですけども、プチ大工をやっておりまして、うちの親父がこの木の枠をパパッと作ってきてくれました。あとですね、これは僕が好きな映画、僕ジブリめちゃくちゃ好きで、わかります？紅の豚。わからない人もいると思うんですけども、わかる方はね、この方の顔だけシャ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 ね、これね、いいポスターですよね。わかる人にはわかると思うんです。ぜひ見てください。くれないのみたいですね。はい。ということで、僕の愛用品、ポスターでした。ありがとうございました。もう10年ぐらい経つんですかね。ずっと見てるんですよ。なんかずっと見てたらね、ずっとこの先、何があるんやろうって思ったりしますよ。なんかずっと10年ぐらい同じポスターが家にあることってありますか？僕はこれがずっとあるんですよ。